アニシェは、ポルトガルリスボン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポルトガル代表であった。ポジションは MF。契約会社はナイキ。SL、ベンフィカのジュニアチームで、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。FC、アルベルカにレンタル移籍し3シーズン過ごした後、1999年にベンフィカに戻ると、サイドハーフとしてプレーし、 チームの中核として活躍する。2000年8月から9月には、チームの成績不振に伴い監督に就任した、ジョゼモーリーニョの下でプレーする。だが、その後、待遇をめぐって、フロント陣と対立するなど規律上の問題を起こし、トップチームから追放された。2002年、FC ポルトの監督に就任していた、ジョゼモーリーニョによって、同チームに迎えられる。 モーリーニョはマニシェをチームの中心的プレイヤーに据え彼をセンターハーフとしてプレーさせた。マニシェはモーリーニョの下で存在感を示し2002から03シーズンに UEFA カップを2003から04シーズンには UEFA チャンピオンズリーグを制するなど輝かしい時を過ごす。その後はチームの低迷に伴い移籍を希望するようになり2005年に FC ディナモモスクワ2600万ユーロで移籍した。だが成り物入りで移籍したディナモモスクワでは活躍することができず、2006年1月にチェルシー FC にレンタル移籍した。ベンフィカ、FC ポルト時代の恩師モーリーニョが率いるクラブで十分な存在感を示すことができず、買取オプションが行使されることなくディナモモスクワに戻った。 2006年8月後半にアトレティコマドリードへと移籍すると主力として活躍したが、下病で試合を欠場したことで、ハビエル・アギーレ監督の激倫に触れ、チームを追放された。2008年1月に、イタリアのインテルに、レンタル移籍し、8試合に出場し1ゴールを決めた。2008年7月に再びアトレティコへと戻り、リーグ戦と UEFA チャンピオンズリーグの双方で、 出場機会を得たが、指揮官との衝突が絶えず、2009年6月に迫った契約期間終了を待たずに、同年5月に、両者合意のもとアトレティコを退団した。2009年7月、ドイツブンデスリーガの 1FC ケルンと2年契約を結んだ。2010年5月、1FC ケルンとの契約を解除して、スポルティング CP に移籍した。2011年夏に、 スポルティングを退団した後は所属クラブがなかったが、2012年5月に現役引退を表明した。2003年にポルトガル代表デビューし、それ以来50試合以上に出場している。UEFA ユーロ2004と 2006FIFA ワールドカップに出場し、2006年のドイツワールドカップではチーム最多の2得点を挙げている。UEFA ユーロ2008予選では、 存在感を示すも、本大会出場メンバーからは脱落した。なお弟のリベーロは、本大会出場メンバーに選出された。2013年6月12日、かつてクラブや代表における同僚であったコスチーニャが、監督に就任した FC パソスデフェレーラのアシスタントコーチを務めることとなった。チームワーク、スタミナ、強力なシュート力で知られているため、 1980年代に、ベンフィカで活躍した伝説的な、デンマーク人 FW、ミカエル・マニケにちなんで、マニシェとのニックネームを得る。主にボランチを担当するが、オフェンシブハーフなどもつなくこなす。同国屈指の司令塔、デコラと同世代で、ポルトガル代表を支えた。弟のジョルジェ・リベーロもプロサッカー選手であり、マニシェ同様に、ベンフィカの下部組織出身である。 ありがとうございます。